皆さんどうもお疲れ。今日は私の最近のお気に入りアイテムを紹介していきたいと思います。お洋服とかアクセサリーとか服飾雑貨系が多くなっております。最後までよかったらご覧ください。まず1点目はこちら、じゃらん。今着てるトップスなんですけど、こちらはスナイデルで購入したトップスになります。フリーツラッフルスリーブニットプローバーという商品です。これはですね、袖のところがポイントになっておりまして、こういう感じでふわふわっと、デザインになってます。なんか波打つようなデザインが特徴のトップスです。生地にはね、光沢感が若干あって、素材がねレーヨンでできてる、編んであるトップスなので、きれいめに着ることができます。二の腕がこうがっつり出るんじゃなくて、ちらっとねなんか覗くように出る感じなので、腕出すのちょっと恥ずかしいなって人でもね着やすいんじゃないかなと思います。腕ががっつり出てるタイプではないので、華奢に見えるかなと思います。白、黒、水色、ピンク、ベージュの4色あるんですけど、私はこのピンクベージュが一番自分の肌に合ってたのでこの色にしました。デニムとかパンツスタイルにも合わせやすいし、スカートで着ても何にでも合わせやすいかなと思って買いました。素材感的にも春から夏にかけて着れるかなと思います。そして次紹介する商品もスナイデルで買ったものになるんですけど、じゃじゃん、こちらはスカートです。これもスナイデルの商品で、ハイウエストヘムフレアスカートという商品になります。ロングスカートなんですけど、ハイウエストになってて、マーメイドデザインのスカートになります。私はこのトップスとこちらのスカートをセットで買いました。私ね、よく買うとき大体なんかもうコーディネートでお家で迷うの嫌なので、一式全部揃えて買うことが多いんですけど、これもトップスとスカートで合わせて買いました。実際に着るとねこんな感じです。お店でこのスカート見た時にピンクかーって正直思ったんですよ。ピンクかーって思ったんだけど、このピンクと茶色があって、まあ着やすいのは茶色かなと思って着てみたら、なんか私の肌の色にあんまり合ってなくて、茶色がピンクの方がお客さんお似合いだと思いますって言われて、もう着るだけ着るかと思って着てみたら、あれ意外と似合ってるじゃんと思ってピンクを選びました。ピンクより茶色の方が人気みたいなんですけど、私にはピンクの方が似合ってたので今回ピンクを購入しました。これはハイウエストデザインなので、めちゃめちゃスタイルがまずよく見えます。そしてマーメイドデザインって言って、こう人魚みたいなくびれてるデザインなので、すごい女性らしくも見せてくれるかなと思います。このマーメイドデザイン今年すごい流行ってるみたいで、私が買った後にネットの記事で神スカートって、スナイデルのこのスカートを神スカートっていう風に記事にもなっていました。ラッキーって感じでした。もう足長効果抜群なので、すごくスタイルをよく見せてくれます。こちら最近のお気に入りコーデでございます。はい、次のお気に入り商品はこちら、じゃん、ラルフローレンのバケットハットです。バケットハット流行ってるので買ってみました。ミーハーがね、ちょっとなんていうの、マチっていうの、先っちょがあのケバケバしたデザインになってるところも気に入っております。これそしてデザインがですね、ちょっとなんていうの、かすれた汚れた、こうシュッシュって擦ったような、なんていうんだ、デザインになってるところがとってもおしゃれで気に入ってます。そして深さもね、私の頭にちょうどいいサイズだったのでとても気に入ってます。最近はよく被ってます。白と黒でも迷ったんですけど、私は黒にしました。なんか白は結構もう真っ白だったので、洋服を選ぶかなって思ったのと、ちょっと若々しすぎるかなっていう風に感じたので、私は無難な黒を選びました。はい、そして次のお気に入り商品はこちらです。じゃじゃん、今つけているアクセサリーです。こちらはマークミレンというスウェーデンのストックホルム発のジュエリーブランドの商品です。これはですね、マークミレンさんから今回いただいたんですけれども、とっても気に入ってて最近よく使っています。あまりつける人を選ばない、いろんな方が使えるようなデザインの商品がとっても多くて、本当に可愛いブランドさんです。でですね、今つけてるのがこちらなんですけど、これともう一つこちらのネックレスもいただきました。ちょっとつけてみます。これはね、さっきのやつと違って女性らしいデザインかなと思うんですけど、こういう今日みたいな服にすごいぴったりかなと思います。タラーン、ちょっと
とアップの画像も載せときますね。かわいい。さっきまで私がつけてたのはこちらのゴールドで真ん中にパールがついてるものをつけてたんですけど、こっちは結構クールだったりカジュアルなコーデに T シャツとかにも合わせやすいかなと思います。でこっちはね、このさっき紹介したお洋服だったりちょっとお出かけする時とかでいいかなと思います。そしてですね、私ちゃんと検査はしたことないんですけど、おそらく金属アレルギーっぽいんですよ。なんか結構お手頃価格のネックレスとかつけるとめちゃめちゃ痒くなっちゃうタイプなんですよね。なんですけど今回ね、こちらのマークミレーさんのネックレスは低刺激が特徴で、金属アレルギーの方も比較的ね使いやすい素材でできているアクセサリーなので、最近よく使ってるんですけど、なんか痒いなとか感じたことはまだ今のところないです。なので金属アレルギーだよっていう方とか、私みたいに検査してないんだけど結構痒くなっちゃうことが多いんだよねみたいな方も挑戦しやすいかなと思います。で私は今回ネックレスをいただいたんですけど、指輪だったりピアス、ブレスレットなどたくさんアクセサリーがあるので覗いてみてください。私の概要欄にリンクを貼っています。そして2021年8月18日までの間、購入の際にこちらのカルビタンというコードを入力してくださったら、公式サイトから 15% オフで購入することができます。送料は無料で30日間返品交換できるので、ちょっと気になってるよって方はぜひサイト覗いてみてください。私とお揃いにしませんか。はい、それでは次のお気に入りアイテムです。次の気に入りアイテムはこちら、チャチャン。これはね、ユニクロのワンピースでございます。この間期間限定で値下げされてたので買いました。 A ラインになってて、なんかすごいシンプルなのにとっても可愛いんですよね。し素材がねめちゃめちゃ気持ちいいんです。なんか洗濯したらすぐ乾きそうだし、汗をかいてもすぐに吸い取ってくるようなサラッとした質感になっています。なのでこれから夏に向けてのおうち時間とか、ちょっとお買い物のスーパーとかコンビニとか行く時とか、さらっとペロッと着て出かけるのにいいかなと思って買いました。お家でリラックスする時とかにも着たいなと思ったので L サイズを買いました。さっき紹介したねバケハとかに合わせても可愛いと思います。はい、それでは最後のお気に入りアイテムの紹介になります。最後はこちら、じゃじゃん、メゾンドフルールのエコバッグです。これはですね、コンビニで手に入れることができるアイテムなんですけど、めちゃめちゃ可愛くないですか。そして私はですね、インスタに載せたんですけど、じゃがん、今回紺とピンク2種類買いました。ピンクと紺を入れ替えてですね、中身をこう入れ替えてピンクの中に紺を入れて私は使ってます。ちょっとシール広げてみますね。すごいね、この外の袋だけでもポーチとして使えてとっても可愛いデザインになってます。まあ、ピンクもコーンも同じなんですけど、このぐらいのコンビニで使えるようなコンビニ袋サイズになっております。ここに大きくねロゴが入ってて、なんとですねこれがマチがついてて、お買い物した時にいろんなものが入れられてとっても便利というのと、後ろにですねこうファスナーがついてるんですよ。ピー、ここにスマホとかお財布とかカードとかが入れられるようになっているので、すごく便利なんです。可愛くておしゃれで使い勝手がいいエコバッグということで今回買ってしまいました。なんかさ、エコバッグってさ、もう本当に何なのって感じ。エコバッグなのにめちゃめちゃいっぱい買っちゃって何もエコじゃない気がしてくるんだよね。でも可愛いとついつい買ってしまうんですよね。これカバンに入ってるだけでなんかね可愛くてね気分が上がるんですよ。これは全部で4色あったと思います。はい、ということで今日は私の最近のお気に入りアイテムを紹介しました。いかがだったでしょうか。お洋服とかね、アクセサリーとかいろんなものが紹介できました。意外と今までお気に入り紹介とかしたことなかったので、これからもちょっとまたね期間空けてお気に入りアイテムを紹介していく動画も出していこうかなと思います。皆さんのお気に入りアイテムもよかったらコメント欄で教えてください。それではこの動画を見て、あ、それ可愛いね、自分もこんなの持ってるよって思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ。ビーこのアクセサリーね本当に気に入ってて、毎日のようにお家でもつけてます。よかったらチェックしてみてください。